ロミオ・ジュリエットは1996年に制作されたアメリカ映画。ビデオパッケージ表記ではロミオジュリエットのものも存在する。シェイクスピアのロミオとジュリエットが原作でセリフもそのままであるが時代設定を現代に変えて両家の争いをマフィア同士の構想に置き換えられている。物語の舞台はベローナ・ビーチ。そのため服はアロハシャツを着。 白は、高層ビル、剣による決闘ではなく、街を巻き込む、銃撃戦となる。しかし、銃のブランド名は、ソードである。レオナルド・ディカプリオが第47回ベルリン国際映画祭で、銀マ賞を受賞した。当初マイアミを舞台とする予定だったが、シェイクスピア時代のイギリスの社会問題は、マイアミとは、異質なものだった。ラーマンらは、現代のメキシコが奇妙にも、 シェイクスピア的な問題を持ち合わせていることに気づいた。映画の大部分はメキシコシティとその周辺で撮影され、チャプルテペク城やベラクルス州の海岸などが使われている。これらをまとめてベローナビーチとした。映画に登場する巨大なキリスト像は本来独立記念碑があるはずの場所をデジタル技術で差し替えたものである。ベローナビーチで最も権力のある二大マフィア。 モンタギュー家とキャピュレット家は、毎度のこと構想が絶えず、街を巻き込む、銃撃戦が絶えなかった。そんな中、モンタギュー家の一人息子ロミオは、ロザラインという女性に思いを馳せていた。一方で、キャピュレット家の一人娘、ジュリエット・ジュリエットは、親が決めた相手との縁談を間近に控えていた。そんな中、ロミオは敵対するキャピュレット家で、 パーティーがあると聞きつけた親友マキューシオに誘われ、仮装してパーティーに乗り込み、そこで出会ったジュリエットに一目惚れをする。この時までロミオはあのキャピュレット家の娘、ジュリエットであると知らず、真実を知りショックを受ける。しかし、思いを断ち切れないロミオは引き止めるマキューシオを振り切り、パーティー後キャピュレット家に行き、ジュリエットに愛の告白をする。二人は、相思相愛となるが、 この二人の恋が両家の争いに大きな変化を与えることとなる。ありがとうございます。